気が重いな。運動なんて何のためにするんだ。つら。君って元気あり余ってるでしょ。僕の代わりに授業どう？大丈夫。誰も気づかないって。もう嫌だ。体調が良くない。ムサカが喉に詰まったから休みたい。いや、スポーツぐらいやればできますよ。やればできますけど、あえてやらない主義っていうか。最悪の気分。野外で行われる授業は速やかに爆発してくれ。バルガス先生、同じ言葉を喋っているとは思えない。飛行術の前に動物言語学を履修するべきでは？飛行術で僕と張り合えるのはアズール氏ぐらいのものですわ、逆に。走れだの飛べだのうるさいから、もうオルトの背中に乗る仕様もありかと思ってる。摂取した栄養を消費するために無意味な運動をする生き物なんて、人間ぐらいのもんですよ、実に愚か。やめてくれ。今は到底そんな気力ない。そっとしておいて。運動せずに済むいい方法を考えたんだ。君も知りたい？